岡山県庁正面入り口で150人近い職員の出迎えを受けた高橋選手。花束を受け取りながら少し驚いた表情です。続いて県庁知事室で行われた岡山県スポーツ特別検証受賞式では、知事から賞状と記念品を受け取りました。倉敷市出身の高橋選手は、今年3月に行われたフィギュアスケート世界選手権で 日本人男子初の銀メダルに輝くなど活躍の数々が評価されての受賞となりました岡山県で生まれて本当に岡山県で生まれてなかったスケートをしてるかどうかも分からなかったですしそういうことでそういうのがある中でご優勝をもらえたのは本当に良かったと思います本当に最終目標はバンクーバーオリンピックでの金メダルです高橋選手は 近く日本やアメリカで行われるショーの出演に備えて調整を行っているということで今後の活躍が期待されます。